こちらのビデオは新型アルトで夕暮れに撮影しました。このように割と早めにヘッドライトがオンになります。これは走行中には消せません。そこでヘッドライト灯の LED 化で消費電力の削減を考えました。約 160W あった消費電力が 36W まで減りました。自作のポータブル電源を使用して消費電力を計測しました。まずハロゲンヘッドライトのロービームです。次にハイビームです。コネクターは図のように接続します。テールランプのスモール字です。約 6W です。ブレーキを踏んだ時です。 25W になりました。ポジションランプとライセンスランプは同じものです。こちらはギアがリバース時に点灯するランプです。ウィンカー用のランプです。こちらは後で説明する理由で LED に交換していません。 LED に交換した時のロービームです。LED は熱に弱いため今回温度も測定しました。多分この LED は極性があるので極性を間違えないようにします。 LED は自己発熱で電流値が変化します。発熱後の電流値を記録しています。こちらはテール用の LED です。スモール時の電力と温度を記録します。ブレーキを踏んだ時です。こちらはポジションランプです。ライセンスランプは違うものを使っています。このように拡散ランプでないと車検に落ちることがあります。消費電力も小さめです。今回新たに購入したバックランプです。温度が85度とかなりやばいです。室温22度で測定しています。このような測定中にやってしまうのが短絡事故です。そのために15アンペアのヒューズを入れています。怖いですが短絡してみます。電源が入らなくなりました。短絡を解消しても電源が入りません。ヒューズは切れていません。バッテリーの短絡保護が先に働いたようです。
再充電することで短絡保護を解除できます。無事に動作するようになりました。右側のリバースランプが LED で、左側はハロゲンのままです。車が後退時、ブレーキを踏んだ場合の消費電力を計算しました。230W あったのが、LED で 52W まで減りました。ウィンカーランプを交換しない理由ですが、現在右側のウィンカーランプを外した状態です。このようにウィンカーが高速点滅するようになります。 LED は消費電力が少ないので同じようになることがあるそうです。これをハイフラと呼びますが、このような抵抗で消費電力を増やすと防げるようです。今回の LED 化の目的は消費電力の低減ですので、ウィンカーバルブの交換は諦めました。最後に以前のビデオで紹介していますが、新型アルトでのバルブ交換の様子を紹介します。電球を触るときはこのように手袋をします。手の油がバルブに残ると壊れる場合があります。このクリップのようなところを押すと外れます。取り付けは逆にやるだけです。正しく取り付けできてるか前から見て確認します。ポジションランプは半時計に回して外します。電流測定の時調べましたが、こちらの LED は極性がありません。 LED 素子は極性がありますが、電球は極性がないため、どちらにも挿せるコネクターがあります。逆に接続しても壊れないように1個のダイオードを入れているか、逆に接続しても点灯するように4個のダイオードを入れています。こちらはライセンスランプですが、これも無極性です。逆に挿しても点灯します。新型アルトでテールランプユニットを外す場合、まず2本のネジを取ります。
あとは2つのクリップで固定されています。半時計回りにねじってバルブを外します。よろしければチャンネル登録お願いします。